はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。はい、今回は、またしてもブラック日課の日課ウイスキーちゃんの、はい、スペシャルということで、ね、飲んでいきたいと思います。こちら、ブラック日課8年、前回飲んだやつというかですね、なんかね、プレミアムな感じがするんですけど、瓶からしてね。黒い瓶なんですよ、これ。ほら。なんですが、値段としては1300円ぐらいと。ブラックニッカ8年よりは安い。容量が 720ml のアルコール度数 42%。あ、若干高いですね。うん。若干高いです。で、裏を見てみると、伝統的な飲み応えのある味わい。とだけ書いてあります。まあ、これは、ね、ブラックニンク8年とちょっと飲み比べて、どっちがうまいのか。というのもね、比較していきたいと思いますが。それでは飲んでいきましょう。ストレートで。あ、でも若干、これ黒い瓶じゃなくて、真っ黒な瓶じゃなくて、若干、透明な瓶なんですね。若干。若干その、真っ黒な瓶だと思ってた。なんか塗装がされてんかと思ったら違う。若干光を通してみると、透けて見える。それでは。乾杯。のっぷ。これは、もう香りがね、8年よがね、はるかにね、俺好みのね、あれですよ。なんか、カラメルの焼けた香り、甘い香り。すげえ。一瞬カラメルかと思った。これは、甘い。カラメルか、これは。カラメルウイスキーか。というぐらい異常に甘いですね。おお。びっくり。ここまで甘いウイスキー初めて飲んだ。すっげえ甘い。今まで飲んだウイスキーの一番甘い。すげえな。本当にカラメルをウイスキーって割ったような。ウイスキーのカラメル割りみたいな味するわ。逆か。カラメルのウイスキー割りみたいな味する。多分その代わり、独特な8年の、なんていうかな、スモーキーな甘い香りは、どっか行きましたね。なんか、本当に、飲んだ後に、奥底に、喉の奥底に何か、もわっと感じた、心地よい、甘い、香りが感じられなくなってるね。でも、こう考えると、こう飲んでみると、やっぱり、ブラックニッカー8年と比べて、どっちが高いか、と聞かれると、
ブラックニッカスペシャルは確実に、ものすごい、お菓子っぽいスペシャルはね、味わいなのに対し、8年は上品ですね。うん。まあやっぱり値段的にね、ああ、8年はやっぱ高いな。ところは目隠しされても、目隠しされたというか、まあ、ね。俺がどっちも飲んでなくて、どっちが高いですかって言われて、両方飲んで、もう大体わかる、ね。もうスペシャルはマジでもう、ほんとお菓子みたい。ほんとに甘くて、砂糖みたいな。カラメルの、うん。ものすごい味ですね。ものすごい香りも甘くて。これはもう、もう、ど初心者向けと言っていい、ブラックニッカクリアレベル、ブラックニッカクリア、うん。よか下手したら、まあ、こっちの方が飲みやすいんじゃないかっていうぐらいの甘さです。うん。これはね、すごい。うん。これはびっくりですね、個人的に。うん。そうだ。俺のお約束の、ニッカウイスキーのサイトを読んでた。ニッカウイスキーのサイトを見てみます。いやーでもほんと暑いな。前回紹介した、竹鶴余市宮城郷。ん？ちょっと待て。あ！余市と宮城郷ってシングルモルトなんだ。まあ、シングルモルトっていうのはいわゆる高いやつですね。あ、でも、これ、宮城京とか余市って1500円ぐらいで買えたよな。あ、じゃあ飲んでみようかな。シングルモルトウイスキー。余市。余市とは、日華原点とも言えるシングルモルト。なるほど。ちょっと商品ラインナップを見てみますと。あ、20年もある。余市20年。で、余市15年。12年。10年。そして、無名の余市。何年とかの表記がない。何年とか表記ないけど、これ何年なんだ？書いてないですね。4年ぐらいでしょうか。ちょっとわかりません。シングルモルト、余市か。これ普通にそこら辺に売ってますよね。ただ、容量が 500ml で、1500円ぐらいで売ってるはずです。で、宮城郷に関しては、20年がないですね。15年。12年。10年。で、普通のやつ。これも1500円ぐらいで、売ってるとこには売ってる。少なくとも、でも、余市の方が俺は見ますね。宮城郷はあんまり見たことない。で、竹鶴は、最低でも12年ですね。これは、
シングルモルトウイスキーではなく、ブレンデッドウイスキーですね。なるほど。多血12年が多分これ2000円ぐらいで売ってるはず。12年。これがね、2チャンネルでは、かなりのコスパがいいと言われているのが、多血る12年ですね。そして17年。そして21年ですね。があります。あ、25年もあるね。おぉ。25年って、普通に考えるとすごいですよね。25年って俺と同い年ですから。俺25歳ですけど。すごいですね。俺が生まれた時に出てるのか。すげえな。出てるのかじゃなくて、作ってたのか。これいくらなんだろう。竹鶴25年。ちょっとググってみますけど。楽天市場。さて、いくらか。これ1万ぐらいするっしょ。いや、しないか。いや、わかんね。え、超竹。びっくり。45,500円って。しかも売り切れました、だって。そんなもんじゃなかった。1万どころじゃなかった。45,500円とか。これほんとかよ。本気かこれ。17年が3,820円で売られてますね。で、21年が7,450円。25年が、あ、そもそも売られてないんだな、これな、そもそもな。まともに売られてないらしいですね。数量限定ですから。まあでも、それ、でも21年でも7450円ですから。まあ1万円し、1万円しないのか。12年がね、1950円とかで売られてますね。やっぱり希少価値があるのか、25年は4万超えてますね。まあ、これはちょっと買う気はないですね。まあ、まあ1億円当たったら、ね、買えますけども。実はあれ買ってますからね。人生初めての宝くじ俺、買ったんですよ。最近。6枚買ってあるんで。まあ当たるかどうかは。まあ俺リアルラックが全くないからね。多分当たんないと思います。でね、俺個人的に気になってるのが、フロムザバレルっていう、日課ウイスキーの、ウイスキーのね、なんですけど、ウイスキーなんですけど。アルコール度数が51度。容量が 500ml。これいくらだったかな ?1500 円ぐらいで売ってたはず、確か。このね、フロムザバレルのね、何がいいかってもう見た目なんですよ。この、なんかすんげーシンプルなこの見た目が惹かれたね。なんか、もう瓶詰めの、もう、なんか、瓶に詰めたっていう、四角い瓶に詰めただけみたいな。これがなんかすげえって思った。かっこいいですね。まあ、これが何年あるのかは全く書いてない。何年なのかは。何年ものなのかは書いてないですけど。
うん、まあいいや。まあということで。じゃあ次ちょっと8年ちょっと飲み比べしてみましょうか。でもあれだな。やっぱ日課ウイスキーうまいな。うん。やっぱりね、若干ね、あのスペシャルよかはね、匂いがね、あの、あれですね。若干、確かに、カラメルの香りはすごいするんですけど、あの、スペシャルの方がしますね。あ、うん。でもやっぱ8年の方がうまいな。うん。スペシャルはね、ちょっとね、子供向けっぽい。なんか。こっちはすげえスモーキーなんですよ。煙、なんか。うん。やっぱ煙は。すげえ燻製の、なんか、燻製ちゃうけど。あのね、もう、言っちゃうと、フライパンに、砂糖と水を若干入れて、カラメルを作るじゃないですか。で、カラメルをもう焦がして、もう煮詰めて煮詰めて、さらに焦がしたみたいな感じの、もう煙のあの香りがするんですよ、これ、こっちは。8年は。あ、やっぱ8年うまいな。うん。あ、8年うまいわ。やっぱり。いやー、やっぱうまいわ。やっぱ8年最強だな。うん。で、あと、俺がちょっと気になってるのは、オールモルトとモルトクラブっていうウイスキーですね。日課ウイスキーのね。あ、うまいな。びっくりした。わかったわかった。うまいなぁ、これやっぱりな。あ、うまい。あ、でも、スペシャル飲んだ後だとやっぱうまいなぁってわかるな、これな。これ音楽がうざいな。消せた。あ、やっぱうまいな。このオールモルトとモルトクラブ。まあ、モルトクラブの方が安いんだってですね。オールモル、確かモルトクラブが1100円。オールモルトが1300円だったかな。そんぐらいで売ってるやつですね。うん。これは何かっていうと、オールモルト製法。というので作られてるらしいです。今見てますけどね。通常日課のブレンデッドウイスキーは、大麦麦芽を原料に、短式、蒸留機から作られるモルトウイスキーと、トウモロコシなどの穀物、穀類を原料に、カフェ式連続蒸留機から作られるグレーンウイスキーをブレンドします。つまり、モルトウイスキーっていうのとグレーンウイスキーを混ぜ合わせたのが、日課ウイスキーの通常のウイスキー。このカフェ式連続蒸留機に入れる原料をトウモロコシではなく、こちらにも贅沢に大麦バグガを使用しているのがオールモルト製法の大きな特徴です。つまり、原料が大麦だけのモルト 100%。それでオールモルトというわけです。なるほどね。頭の悪い俺でもよくわかったわ。うん。なるほど。つまり、大麦、まあ、機材は違うんですが、単式蒸留機っていうのと、カフェ式連続蒸留機っていうのは、まあ、機材が違うわけですね。まあ、本来ならば、そこの機材の中に入れる、
まあ、原料も違うんですが、それを同じ、どっちもトウモロコシを入れて、そしてブレンドすると。うん、まあ、でも、一応、大麦麦芽を両方使ってるんで、原料は大麦麦芽だけなんですが、おそらくブレンデッドウイスキーですね。に分類されると。単式蒸留機とカフェ式連続蒸留機っていう、その二つの作られたウイスキーを合体させて作る。から、多分これは、まあ、シングルモルトではなく、ブレンデッドウイスキーということになりますね。オールモルト製法の全体の流れ。モルトウイスキー、かっこ北海道工場。北海道工場と仙台工場。単式、蒸留機を使い、じっくり時間をかけて蒸留したウイスキーです。それと、カフェモルトウイスキー、過去仙台工場。世界に数台しかないカフェ式蒸留機で蒸留したウイスキー。ほう。それを混ぜ合わせて、ブレンドして、作ったのが、こちらのオールモルトとモルトクラブ。うまいなこれな。あー、うまいな、やっぱな。あー、うまいな。今まで飲んできたウイスキーの中で一番うまいかもしれない。ガチで。ガチで一番うまいかもしれない。だんだん変わってきますけどね。好みがだんだん変わってくる。俺の場合。ブレンダーっていうのは気になったんですけど。あ、わかったわかった。早くしろ。ブレンドする際にブレンダーという人間がいて、これはなんだ？ブレンダーとは、あまり耳慣れないブレンダーというお仕事。それは新しい味わいを作るための専門的なお仕事をする人のことです。ちょうど野球で言えばチームの監督の役割にあたります。個性豊かな原種が野球で言えば選手であり、その個性のいいところを伸ばして足りないところを他から補っていいチームを作り上げることが、すなわちウイスキーを作るということになります。まさに野球でいうところの監督と同じ役割がブレンダーという仕事に求められます。またブレンドと同じくウイスキーの味わいを大きく左右するバッティングという作業もあります。ブレンドとバッティング。そのどちらもウイスキーを混ぜ合わせることに変わりありません。その違いは何でしょう？ブレンドはグレーンウイスキーとモルトウイスキーなど原料が異なるウイスキーを混ぜ合わせることです。そしてあまり聞き慣れないバッティングは、原料が同じウイスキー同士を混ぜ合わせることを指します。ここでそれだとバッティングは足して量が増えただけで意味がないのであと不思議に感じたと思いますが、それにはウイスキーというお酒の特性が関係してきます。ウイスキーは同じ原料、同じ工程を経て貯蔵しても、その貯蔵する場所の気候や温度などが、異なると、その味わいも大きく異なってしまうデリケートなものなんです。極端な例では同じ貯蔵グラ、貯蔵庫グラ、貯蔵グラ、でも、下に置かれた樽と上に積み重ね上げられた、積み上げられた樽で味わいが異なることもあるぐらいです。これはもう僕知ってますね。うん。確か、あれ？
どっちが、なんか、あれなんですよね。動画で見ましたけど。上だったかのやつが一番、寒暖の差が激しいから、なんか高いとか。ジャック・ダニエルの動画で見ました。つまりバッティングとは、より深い味わいを引き出すために同じ原料でも工場が違うことで、異なる味わいのウイスキーを混ぜ合わせることを意味します。なるほど。つまり考え、つまりは、ブレンダーっていうのは、そのいかにその味をうまく引き出して、うまいウイスキーを作るかの最終工程ということになりますね。まあ、ブレッドウイスキーならではの仕事ということでしょうかね。シングルカスクウイスキーとは、単一の樽のモルトウイスキーのみを瓶詰めしたもので、樽ごとに異なる個性をお楽しみいただけます。シングルカスク、余市。シングルカスク、宮城郷。ああ、オンラインショップでの、のみでの販売ですと。らしいです。いや、日課ウイスキーちょっとあれだな。うまいな。てか、8年うめえな、これ。マジで。今、スペシャルの動画なんですけど。8年がちょっとうますぎてびっくりしてる感じですね。ということで、長らくお待たせいたしましたが、こちらは、四つ星でーす。スペシャル、四つ星。やっぱりちょっと、味的にちょっと子供っぽいかなと。まあ、でもうまいな、と感じてはいます。はい。まあ、ちょっとこれはね、子供向けっぽいなっていうウイスキーだなと。まあ別に悪い意味ではないんですけど。まあ少なくとも。まあ僕はちょっとそう感じましたね。ということです。ご視聴ありがとうございました。